いよいよ君たちも今日この中学校を卒業するというわけだ。まあ寂しくなるが、これが最後のホームルームになる。ということで、今日は君たちにこの3年間で学んできたことを発表していただきたい。じゃあ相川、まずはお前からだ。はーい、相川萌です。私がこの3年間で学んできたことは、女という生き物の嫉妬深さです。私はこの美しい見た目と可憐な性格のせいで昔から男子にモテます。ですが、このクラスの芋臭い女子たちはどうやらそれが気に食わないようです。別に私だってモテたくてモテてるわけじゃないんですけど。まあブスはブスなりに頑張って生きていけばいいと思います。じゃあ次は伊藤、お前だ。はい。僕がこの3年間で学んだことは鈴木さんについてです。僕はこの3年間、毎日鈴木さんの観察をしてきました。昨日食べた晩ご飯は何か、昨日何時にお風呂に入ったのか、昨日何時に寝たのか、全部知ってます。鈴木さん昨日、バスケ部の男子と一緒に帰ってたよね。寂しかったな。でもいいや、あいつは別の高校に進学するから、ここを卒業してしまえばもう邪魔者はいない。二人で楽しい高校生活を送ろうね。以上です。はい、じゃあ次は C だ。私だ。どうした諸君、そんなに神器臭い顔をして。おい、シーダ、面白くねえから真面目にやれ。あ、はい、すいません。私がこの3年間で学んできたことは友達の大切さです。卒業しても友達は大切にしたいです。はい、じゃあ次はソウトメ、お前だ。はい、私がこの3年間で学んできたことは九九の七の段です。今日は皆さんにそれを披露したいと思います。七一が七、七二十四、七三、もう今まであんなに頑張ってきたじゃない。私ならできる。頑張れ私。7359です。はい。そうか、なるほどな。よし、お前ら全員留年。